実はもう名前決まっていて、その鍵括弧のままなんですよ。石巻カフェ鍵括弧っていう形でやります。石巻カフェ鍵括弧で、一番初め我々がこの名前を考えて一緒にこの鍵括弧の中身を作っていこうということで始めたんですけれども、高校生たちも愛着を持っているということと、オープンした後もどんどんメニューを増やしていったりとか、内装も充実させていったりとかっていうような、こうブラッシュアップを続けていく、成長し続けるお店としてあり続けたいということで、その鍵括弧の中身はまだこう決まりきっていないと、まだ完成形じゃないとということで、鍵括弧のままでいきたいということで高校生が決断しまして、でどんな思い持っている子たちかなというところもやっぱり話を聞いていると、震災が起こってやっぱりサポートしてもらう立場でずっといたけれども、やっぱり今度自分たちが中心となってこの町のを盛り上げたりとか元気にするようなことをしたいと、復興になっていきたいというような思いを持ってくれている子が非常に多くて、木村水産というところに一回行ったんですけども、そこはクジラの缶詰を作っているところなんですけども、クジラの缶詰の外側のラベル、それをここでじゃあデザインして開発している、あ、こちらですね。でここに石巻カフェのロゴになるんですけども、こう一人ではこう枠は作れないんですけど、2人で作れるというこういったところで実際に、コラボをしたりとか考えているのが、そのこのクジラの中身の方で、さっきちょっと言っていたクジラマヨネーズという、これも絹屋さんからアドバイスをいただいて、このクジラ缶のクジラはなんかマヨネーズとかと一緒に食べると美味しいよってことで、そこからなんかソースを作りました。ソースは3種類、クジラのマヨネーズ、かぼちゃソース、そして最後肉味噌。この肉味噌が絶賛なの。肉味噌大好きです。今あるメニューの中でおすすめしたいものってやはりワッフルですね、もう子供にも女性にもいいと思います。もちろんその美味しい食べ物も飲み物も出せて、売り上げが上がっていくっていう形でのこう継続もあると思うんですけれども、やっぱりここはその人が育っていく、高校生たちが育ってどんどん社会にこう出ていくっていうような、そういう共感も同時に得たいと思っていて、そこがメインで売り上げも後からこうついていくような形を目指しているので、一つは行政の、例えば行政の予算であるとか NPO で担い手が現地にできるであるとか、そういったこの町に必要とされる人材育成拠点みたいな形でですね、理解されていけば、なおいいなというところで